マグネトロン。マグネトロンとは発信用真空管の一種で自電管とも呼ばれる。電波の一種である強力なマイクロ波を発生する。レーダーや電子レンジに使われている。マグネトロンは他の熱電子管と同様、ヒーターにより加熱される陰極、カソードと加熱されない陽極、アノードからなる。陰極は管球の空洞の中央に配置され、陽極はこの陰極を囲むように配置されるとともに、陰極に対して正の高電圧が引火されている。陰極をヒーターで加熱すると熱原子が放出され、陽極と陰極間の電解により、陽極方向へ加速される。この時、管球の軸方向に永久磁石などで強力な磁場が形成されており、電子はフレミングの法則に従い進行方向と直角な方向に力を受けて曲げられる。この作用により、電子は陰極と陽極の間にある作用空間と呼ばれる場所でサイクロイド曲線を描いて振動しながら周運動を始める。陽極には規則的に形成された複数の空洞、キャビティがあり、空洞の開口部をサイクロイド振動している電子が通過すると、空洞の共振周波数で空洞と電子が共振を起こし、マイクロ波を発生させる。こうして空洞に発生したマイクロ波を結合回路を介して出力回路へ効率よく伝播させることで、マグネトロンの外へと導き出し、各種の利用が可能になる。この結合回路には、電磁結合、ループ型と静電結合、スリット型などがあり、出力回路には同軸型や同波間型がある。マグネトロンが発生するマイクロ波は、レーダーなどや生活に一番身近な場所では、電子レンジに応用されている。マグネトロンは基本的に発信管本体は丈夫かつ堅牢であり、高出力で安定したマイクロ波を発信することができるが、発信周波数を可変することは一般的に困難であり、クライストロンや進行波間のように単体で振幅変調や周波数変調を行うことも困難である。よって通信の変調した情報を伝送する用途の無線装置には向かない。マイクロ波とは電波の範疇で高周波帯川を示す概念なので、低周波より多くの周波数帯域を通信のために使うことが可能である。その結果、情報量もより多く伝送できる。また、発生するマイクロ波は強力で直進性もあるので、その反射波の戻ってくるまでの時間とその方向を測定することで、離れた地点の物体の位置や距離の探知を行うことが可能であり、この装置をレーダー、電波探針儀という。電子レンジに使用される周波数は他の応用と電波障害を起こさないように国際規格で 2450MHz ISM バンドに統一されているが、アメリカ州に限り 915MHz も同様に利用が認められている。電子レンジによる加熱の原理は、極性分子である誘電体にマイクロ波を当てることにより、高周波電解の周期に従い、分子の回転、分子間振動を励起し、熱が発生することを利用したものである、マイクロ波加熱参照。電子レンジの作動周波数が 2450MHz に統一されている理由は、ノイズをこの周波数に極減させ、他のマイクロ波帯に悪影響を及ぼさないためであり、水自体の誘電損失による吸収のピークは一桁高い周波数、温度により変化するが、20から 80GHz 前後になる。2450MHz は物体吸収のピーク周波数からは大きく外れているが、水のマイクロ波吸収ピーク自体が非常に幅広いため、このぐらい振動数がずれても十分な吸収があり、加熱が行える。アメリカ大陸における電子レンジが、より低い周波数の 915MHz を用いているのに、十分な加熱が行えるのも同じ理由である。ただし、若干効率は落ちる。原型となるものは1920年に、ゼネラルエレクトリック社のアルバート・ハルにより発明された。1916年は、静電制御型発信管の特許を回避するために、磁力制御型の開発を開始した年。これは、陽極と陰極が、それぞれ1個の同軸構造であり、低周波しか発信できず、マイクロ波を発信できなかった。1925年当時 15kW 出力 20kHz の発信しか実現していない。アルバート・ハル自身が通信用途よりも電源コンバータを用途に考えていた。1924年、チェコ人でプラハカレル大学教授の物理学者August Žáčekとドイツ人の物理学者Erich Habannはマグネトロンが 100MHz-1GHz の波長を発信でることをそれぞれ独立で発見したが、Žáčekの論文が先に出版された。1927年東北帝国大学の岡部金次郎により、分割陽極型マグネトロンが開発され国内で発表された。これによりマイクロ波の発信が可能になった。1928年にはアメリカの学会で、ヤギアンテナとともに英文論文も発表された。その後、陽極分割型マグネトロンは1934年2月28日に RCA のエルネスト・G・リンダーによってアメリカ合衆国に特許が出願され取得された。1935年にドイツのハンス・ホルマンが多分割共鳴空洞マグネトロンとして改良発明し、1940年にはイギリスのジョン・ランドルとハリー・ブートが水冷式の大出力マグネトロンを開発した。1940年代に第二次世界大戦で使うマイクロ波レーダーの共同開発のため、イギリスからアメリカ合衆国に技術がもたらされた。レーセオンがマグネトロンチューブの大量生産に成功し、連合国側の勝利に貢献した。技術者として重用されたアーサー・アシュキンはこの時代に、書いた論文をもとに研究を発展させ、ノーベル物理学賞を受賞した。大日本帝国はマイクロ波マグネトロンとヤギ、ウタンテナという要素技術を他国に先駆けて発明していたにもかかわらず、日本軍や産業界の無理解により、真珠湾攻撃の開戦までにマグネトロンパルスレーダを実用化していなかった。ドイツ帝国を中心とした海外情報をもとに、旧式の三極間発信と非ヤギアンテナの低性能なレーダだけを実用化していた。当時の技術開発は外国で完成済みの兵器体系を国産化してコピーすることであり、自力で演疫的に開発できなかった。戦時中に改めてナチスドイツから技術導入した射撃制御レーダーのウルツルグはコヒーレントレーダーであり、単純にマグネトロンを使えず、完成したのは1945年7月だった。日本軍は1942年1月にアメリカ領フィリピン、2月にイギリス領シンガポールを陥落した時に接収したパルスレーダーをリバースエンジニアリングしているが、これもほとんど間に合わなかったとされる。当初から国産のマグネトロンを使用したレーダーは大日本帝国海軍の252型電波短信機だけでホーンアンテナを利用していた。この試作が1941年で、完成したのが1943年である。このレーダは、戦後、民生用の船舶レーダに流用された。1946年に、マグネトロンが発するマイクロ波が、食品の温度を上昇させる効果が、パーシー・スペンサーによって発見され、これが、電子レンジの端緒となった。2014年現在でもレーダー、電子レンジの高周波源として利用されており、デジタル信号処理の発達により、マグネトロン発信後にリアルタイムに単純なコヒーレント処理が可能となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。